おいよ、どうも、IC でございます。本日なんですけども、プレシーズンも移籍市場も半分終了、ユナイテッドと動くべきということで、一旦移籍市場全体の話はね、この動画で振り返ったんですけど、その動画ではね、あんまりユナイテッドについての話はできておらず、プレシーズンもね、日程が半分終わりましたし、移籍市場もね、半分が終わったということですので、今回はユナイテッドのプレシーズンについて触れながら、移籍市場で残り何をすべきかっていうのを話していけたらなと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。プレシーズンの感想について、まあちょっと早いけど話していくと、個人的には悪くないんじゃないかなと思います。いや、もちろんアーセナルに負けたことは屈辱的だし許しちゃいけないけど、まあでもマルティネッリにね抜かれたのは下部組織の子だし、そんなになんて言うんだろう、卑下する内容ではないと思う。まあとりあえず全体的なね大まかな感想を話したから、ここから詳細詰めていくと、特に今いるメンバーで一軍が出ている時間帯はボールを奪ってからね、カウンターを狙う際ワンタッチで素早く攻撃を作る流れみたいなのができてて、個人的にこの動きはワクワクさせられましたし、昨シーズンはねチームとしてどういう風に攻めるかっていうのが、まあ一応あったっちゃあったけど、トップクラブと比較するとね、褒めていいのかっていうとそうじゃなかったから、これはかなり個人的には進歩っていうか、まあ嬉しかったポイントになるかなと思います。ただ昨シーズンもね、プレシーズンではサンチョのゼロトップが決まり、全体的にねボールをつなぐ意識とかは高かった。でそのテンハグ初年度のプレシーズンも振り返るとさ、リバプール戦とかは全員がハイプレスに行ってね、ボールをつなぐ動きとかはめっちゃできてたから、プレシーズンはここ最近いいけども、まあシーズン始まると微妙っていう流れが多いので、ワンタッチでねボールをつないで素早くカウンターを作るみたいな動きはシーズンが始まっても継続してほしいなとは思う。とりあえずこんな感じでね、いい良かった点で話しましたが、課題が全くないかというとそういうわけではなく、いつも通り前半最初の20分はね、最強ユナイテッドウェイよって感じたけど、その20分間が終わると、まあユナイテッドって毎回微妙になっちゃうじゃん。この辺はちょっと変化がないっていうか、相変わらずバイブスが維持できていないところは課題なんじゃないかなと思う。またビルドアップもね少し変わったように見えましたし、まあここからねフルメンバー来ればめちゃめちゃ良くなりそうな予兆はありますけど、あくまでもなんか予兆っていう感じでしかなく、誰がいてもねビルドアップできるぜみたいな形は相変わらずなさそうだから、そこはまあ求めすぎかもしんないけど懸念点だと思う。また強豪クラブのようなねハイプレスができてたかっていうと、まあそこもまだまだって感じなので、まあこの辺の課題についてはね、フルメンバーが揃っていけば解決される話でもありそうだし、プレシーズン後半でね解決されていくみたいなこともなくはないので、めちゃくちゃ気にする必要ないんだけども、まあ一応頭の中に入れといてもいいのかなと思います。とりあえずこんな感じでね、チーム全体を振り返るといいところもあれば課題もあるっていう感じで、これぞプレシーズンって感じなんだけど、全体的に選手はね、まあ課題が多いかっていうよりも、まあ、良かった選手が多かったように感じます。負傷しちゃったけどさ、ホイルンドのあの動きのキレも素晴らしかったし、股抜きシュートは本当に興奮しました。いや、ホイルンドの9番ホームで買うかアウェーで買うか未だに迷っててまだ買えてないんだけど、マジで今シーズンは RH9 のシーズンになってほしい。ホイルンドには期待しかない。まあ怪我にはマジで気をつけてほしいけどね。で他にまあいきなりねホイの話をしちゃったけど、まあホイ以上に驚いたのはマウントかな。昨シーズンはね6400万ユーロっていう大金で移籍したけど、怪我でほとんど戦力にはならず、もう失敗補強の代表来みたいな感じにマウントはなっちゃってたけど、プレシーズンでのマウントはかなりよく、なんか去年の屈辱を今シーズン晴らしてくれそうだなって期待できました。どんな活躍をしてたのかっていうのを振り返っていくと、攻撃時にはね降りてビルドアップを助け、ワンタッチでボールを散らす以外にも背負ってからのターンでボールをめちゃめちゃ運べてたし、何よりドリブルのキレが素晴らしいからね、ファールもらいまくってなんかめちゃめちゃ起点にもなってたし、本当にマウント素晴らしかったよね。ブルーノがいないとユナイテッドって攻撃できないっていうのが結構課題だったけど、マウントがいればその辺の課題も解消できそうだなってぐらい出来が良くて、俺は本当に興奮しっぱなしっていうか、マウント最高うわいやーっていう感じがしました。まあ一応スタッツの方も振り返っていくと、まあレンジャーズ戦に関してはアシストをしただけでなく、パスの成功率は 100%、 ロングボールも少ないけど 100% で、キーパス2回、デュエルでも4戦2勝と悪くなく、アーセナル戦でもパスの成功率は 88%、 ロングボールは 100% でキーパス2回、デュエルも7戦5勝って感じだし、数値的にもマウントがめちゃめちゃかましてるっていうのは分かったんじゃないかなと思います。だからなんて言うんだろう、プレシーズン前だとマウントに関しては正直欲しいクラブがあるなら売ってもいいって感じだったし、言うてブルーノやメイヌの控えだろみたいな、まあ、結構なんて言うんだろう、マウントには期待してなかったんだけど、もし怪我をせずねこのクオリティを維持できれば、マウントがユナイテッドの主役になる可能性っていうのは全然あり得るんじゃないかなと思いました。俺結構上手い選手が好きだから、マウントのプレーにはマジで興奮できたし、マウント上手いだけじゃない
なく守備意識もめっちゃ高いからプレスにもガンガン行くし、本当にマウントには頑張ってほしいって感じだよね。またマウントのプレーをねこんなに長く見たこともあんまなかったから感じたことかもしれないんだけど、ブルーノよりマウントの方が堅実なプレーが多いよね。パスがダメそうだったらマウントは自分で運んだりとか、ここでスルーパスも狙えなくないけど、まあそこで狙わず散らして攻撃をゆっくり作っていくとか、なんかブルーノがしなさそうなことを結構選ぶ傾向がある気がしたから、この辺はかなりマウントの良さなんじゃないかなと思いました。ブルーノはね選手をどっちかというと生かす側だから、まあマウントと比較するのもどうかとは思うけど、マウントの方が他の選手たちとの連携もいい感じに見えたので、もちろん得点力、想像力とか、まあなんていうんだろう、得点能力に関しては多分ブルーノの方が上だとは思うけど、もしかしたらテンハグの理想のサッカーにはブルーノよりマウントの方が近いんじゃないかなとも思ってしまいました。おいやお。で他の調子が良さそうな選手見ていくと、やっぱディアロになるのかなと思います。昨シーズンの終盤あたりから存在感を放ち始め、そのままプレシーズンでもね絶好調っていう感じだから、このままディアロがスタメンになるのは変な話ではない。特にドリブルのキレが素晴らしく、アマドが1対1で勝ってくれるから結構攻撃の起点になってるし、他の攻撃陣営もアマドのドリブル力には助けられてるんじゃないかなと思う。まあでもアーセナル戦はね最初かましてたけど、ジンチェンコが相手だったし、終盤にはちょっとアマドさんどこに行ったんですかっていう状況にもなってたから、アマドのことをね褒めすぎるのも良くないかなとは思うけど、まあその辺の懸念点を加味してもアマドのドリブルのキレは素晴らしかったと思うので、俺はマジでアマド君には感動させられたかなって感じです。また選択肢もねドリブルで抜く以外のパスとかも個人的には悪くなかった気がするし、アントニーよりもね両足を使えてて、まあ相手選手にとって脅威な存在になってたと思うから、マウントと同じく彼も怪我しなければユナイテッドの主役の一人になりうると思います。で新加入のヨロ君についてもね話していきますと、ヨロ君ってマジで想像の10倍以上良かったんじゃないかなと俺は思う。もちろん18歳だなっていう感じのミスはあったし、まだまだこれからだなっていう印象は受けたので、もう一人センターバックを獲得すべきだと俺は思ってるけど、ヨロ君はマジで良かったと思う。一応びっくりするようなミスはしてたけど、そのミスをカバーできるぐらい身体能力高く、ヨロ君のスピードは鬼だなって思ったし、バランよりもボールをワンタッチで捌く能力は高かった。まあこの辺のねなんだろう、技術的な特徴が良かったことも、まあなんて言うんだろう、俺が嬉しかったポイントの一つではあるけど、一番嬉しかったのはバイブスがめちゃめちゃ高かったことかな。やる気全開だぜ、俺頑張るぜっていう雰囲気は正直あんま見受けられないじゃん、写真とかでは。だからなんて言うんだろう、バイブス全開でやるってよりかは、まあ俺冷静にやりますよ、あ仕事やるよ任せろよっていう、なんかクール系のねセンターバックだっていう印象だったけど、全然違う。リサマルやダロとか持ってるなんかチームを盛り上げるような、そういう高いパッションが見受けられるシーンが結構多かったので、俺はねチームに結構高い熱量を持った選手を求めていたから、ここが一番俺にとってまあヨロ君を獲得して嬉しかったポイントかなと思います。まあ実力に関してはねマドリのカラファトが担当するぐらいだからそんなに心配してなかったけど、その辺のね俺が求めていた熱量、バイブスが高いところを持ってたから、俺はマジでちょっとヨロ君の獲得は嬉しいって感じだし、このまま成長していけば6200万ユーロぐらいはまあもはや安いっていうか、まあ余裕でペイできるんじゃないかなと思いました。ただ先ほども話したようにまだまだ18歳だなっていう感じのプレーが多く、ポテンシャルが高いなって感じの選手ではあるので、彼のためにもチームのためにももう一人センターバックは獲得すべきだなと思いました。おいやお。で下部組織出身の選手で個人的に目立ってたな、良かったなっていう選手を振り返っていきますと、コリア君になるのかなと思います。現在20歳で守備的ミッドフィルダーとしてプレーしていた彼、コリア君はとにかく冷静で、相手がプレスに来たり相手に囲まれてしまった場合でもパスでボールをつなぐだけでなく、ドリブルでねボールを運んだりとかもできてましたので、ユナイテッドの攻撃を後方からかなり支えてくれてたんじゃないかなと思います。メイヌーといい、コリア君といい、最近の若手選手はマジで冷静な選手多いよね。しかもメイヌーよりもね、なんとなくボールをつなぐ動き、後方から攻撃を作っていく動きみたいなのは上手いような印象を受けましたから、うまくいけばマジでメイヌーの最高の相棒は彼になる可能性はあるっちゃある。また守備面でもね非常にいい印象があり、もちろん全部潰すべきタイミングで潰せてたかっていうと、まあまだまだこれからのところはあるけど、潰しに行くべきところでしっかり潰しにはいけてましたし、守備範囲もねそんなに狭くなさそうだったので、個人的にコリア君の印象はマジで良かったです。しかも冷静なプレーが多かったけど、熱量もね
低くない感じでこれからを担いそうな宇都宮にも見えたから、今のチームにはマジで正統派な6番がいないから、本当にコリア君がメイン枠になるのはあり得る。アスレティック曰くテンハグは彼をローに出すことはないらしいしね。ただめちゃめちゃ良かったなとは思ったけど、メイルほどの衝撃はなく、どっちかっていうとね、イクバル君も同じようなことできてたんじゃないかと思ってしまったから、過度な期待をしすぎるのも良くないなとも思いました。まあとりあえずテンハグはね、まあコリア君のことを戦力と考えてるみたいだから、同じポジションに同じような役割ができそうなウガルテが来そうな状況ではあるけど、コリア君がかますことに期待していいんじゃないかなとは思います。結構イケメンだし、イングランド代表ではね、まあアンダー世代ではあるもののキャプテンをやってたってことみたいだから、まあ人格もね素晴らしい可能性が高いですから、俺はマジでコリア君激推しって感じです。でもう一人の目立ってた選手はアマス君かなと思います。アマス君、昨シーズンかましてたアルバロ君とは異なり、左サイドバックなのにもかかわらずドリブルでガンガン目立ってたんじゃないかなと思う。実際あのドリブルのキレだったら、まあサイドバックじゃなくてウィングでもいけそうじゃないかと思いました。ただ攻撃に関してはね、正直文句はないんだけど、守備力がね、高いかって言われるとそうでもないから、マラシア先生がね、再び負傷してましたし、ルークショーもね、怪我しないかっていうと、多分どうせすると思うから、アマス君はね、めちゃめちゃかましてたとは思うけど、財政的に余裕があるのであれば、左サイドバックに誰かしらを獲得する必要はあるんじゃないかなとも思いました。もちろんドリブルの他にもね、連携だったり、プレス体制だったりは悪くないんだけど、完全な守備力がちょっとっていう感じがするから、昨シーズンのアルバル君の方がインパクトは少なかったけど、バランスは良かったように思えるから、まあ思い出補正かもしんないけど、まあアマス君は、まあレンタルでも驚かないかなっていうのが俺の感想でございます。まああくまでもこれは俺の意見なんで、全然違うよ、いけるよっていう人がいても全然いいと思うし、これに関してはガチの賛否両論って感じだと思います。とりあえず俺の中でね、めちゃめちゃ目立ってたなと思った、まあ下部組織出身の選手はこの二人ということでございます。もちろんバンダナの彼もね、悪くなさそうだなとは思ったけど、まあコリア君とね、アマス君ほどかましてたかっていうとそうでもなかった気がしたので、ここでは、この二人しか取り上げなかったよって感じでございました。おいえお。で、個人的にね、厳しいって、と思った選手について話していきますと、やっぱ一人目は、カセミロになるのかなと思います。カセミロ。昨シーズンと比べるとね、圧倒的に痩せることはできたんだけど、ぶっちぎりプレーはそこまで変化しておらず、後輩の腕ゴールを潰しかけたり、ビルドアップでは判断力の悪さからピンチを招き、守備でも大した活躍ができてないっていう、結構悲惨な感じのプレシーズンを迎えております。もちろん俺はね、カゼミロに対して、まあ使い方次第でね、カゼミロはまだまだいけるみたいな、なんかそういうスタンスを取ってたけど、そういうスタンスを取ってた俺ですら、もうさすがに厳しいんじゃないかなと。出来だったよね。ぶっちゃけサウジがね、若手や中堅を獲得するフェーズに入ってて、この試合をサウジが見ていた場合、まあ、カゼミロの獲得は見送られてしまうかなとも思った。だってユーロでのね、カンテや、まあ、ラポルタの活躍を振り返ると、まあ、今のカゼミロがあのレベルですかって言われたら、そうじゃないじゃん。多分、ユーロには出れないじゃん。だからまあ、復活がね、一番理想的だし、まあ、こっからカゼミロにはね、もう一花花咲かせてほしいっていう気持ちはマジであるんだけど、まあ昨シーズンから低調だし、できるだけ早くサウジとか、まあその辺のクラブに移籍した方がチームにとってもカズミロにとってもいいんじゃないかなと思ってしまいました。正直コリア君の方がカズミロよりいいし、現状だとバンダナニキにも多分負けてる感覚はありましたから、本当にカズミロとはここでお別れでもいいんじゃないかなとは思います。おいえお。そんで2人目はマックさんになるのかなと思います。マックさん、ストライカーとして考えるとしても、もうジルクーゼと、まあ、ホイの2人体制で間に合ってるし、まあ、LD7 みたいな感じでね、最終兵器として残留させてもいいような気はするけど、そのような展開で勝たなきゃいけないテンハグ3年目は想像したくないし、見たくはない。また本当にね、彼をストライカーとして考えるとしても、ペナルティエリア内に走り込む動きとコーナーキックでのワンチャンとか、その辺でしか期待できないストライカーって、まあストライカーなのかっていうと個人的には微妙だと思う。で、本職の中盤としての起用を考えていくと、コリア君の方がマックよりいいし、バンダルニキの方がね、多分マックよりいいから、なんて言うんだろう、マックをわざわざ使う必要はないんだよね。いや、もちろんね、こっからマックさんが守備意識がめっちゃ高くなって、ジョグトミネをやめて、ビルドアップにもね、パスだったりドリブルだったりガンガン参加して、いや、俺がマクトミネ、ユナイテッド、下部組織の一番手、スコットランドの英雄、ウェイヨーっていうムーブにね、期待することもできなくはない。
ないよ。できなくはないんだけどさ、もう27歳です。もう伸びしろとか言ってる場合じゃないんじゃないの？ぶっちゃけ、伸びしろとかその辺のことを考えたら、コリアー君とかバンダラニキとか、彼らに時間を割いた方が絶対いいと思う。もし仮にね、まあ、売らずに残留させたとして、昨シーズンより得点決めれるかっていうと、俺はそうは思わないし、市場価格もね、多分今が一番高いっていう感じで終わると思う。だから、契約延長オプションがついてるとはいえ、クラムがね、マックさんを欲しいって言ってくれるのであれば、マジで俺は、マックさんを売却すべきだと思う。幸い市場価格はね、3200万ユーロもあるから、本当にマック好きな人には申し訳ないけど、まあ2000万ユーロ前後で売って、デリフトの資金に回すとか、ウガルデの資金に回すとか、アムニーを復帰させるとか、そっちの方が、マジでマックを残して最終兵器として使うよりも、有意義なマックの使い方になると思う。もちろん給料安いからね、最終兵器要員として残すべきだっていう意見を否定するつもりはないけど、俺はそうは思わないって話です。今必要なのは、マックのワンチャン力よりも現金。しかも、彼に使う時間は、ユースの子たちに使うべき。俺はあくまでも、そういうスタンスでございます。で、3人目は、マグワイア先生かなと思います。イングランド代表の裏話でね、マグワイアがどれだけピッチ外で重要な選手なのかっていうのはよくわかったんだけど、まあ、プレーを見る限り、お別れしてもいいんじゃないかなと思った。もちろん、怪我明けっていうところもあるからね、全然カバーできなくはないんだけど、あのクオリティを見たらね、まあ、ユーロに出てたとして、良かったんですかっていうと、まあ、グウェイ君の方がいい可能性あっただろうし、マグワイアとはできるならお別れしたいかな。もちろんね、マグワイアはヨロ君のメンタルトレーナー、ピッチ外でのね、リーダーとして全然残留するっていうのは悪い選択ではないと思うけど、市場価格がね、1800万ユーロもある選手にそれを求めるのは違う気がするし、ベテラン枠はね、一応エヴァオジが残留決まってますから、って感じがするなぁ。ぶっちゃけプレイに関しては未熟だなと感じたヨロ君よりも未熟に感じてしまった。年齢が年齢なのにさ、ベテランだったらできるであろう、まあ、ディフェンスラインの統率だったり、経験から来るインターセプトだったり、みんなが理想とするベテランとしてのプレーをやってくれないじゃん、マグワイアって。いや、もちろん怪我明けだからね、こっから良くなることも全然想像つくけど、なんか自絶に抜かれた時とかめっちゃ軽いなって思ったし、なんか、俺はもうマグワイア限界だな、売り時だなって感じで、お別れするのがベストだと思う。だって開幕戦リスムランドマグワイア見たいかっていうと、見たくなくない？マグワイアがスタメンだと厳しそうっていうのはもう想像ついたじゃん。もちろんマグワイア残留派はね、マックやカズミノよりも多いとは思う。セットプレーでは明らかに、なんて言うんだろう、ターゲットになってたから、まあ最終兵器として、まあベンチに置いとくのもいいし、3バックの一角だったらね、悪くなさそうな感じがするから、守備固めの一環としてね、まあピッチ外での存在感というか、まあ裏方としてのね、能力値みたいなのは高いから、そういう風にマグワイアを使っていくこともいいんだけど、でもやっぱプレイ見る限りだと、まあそういう感じしかできないし、今必要なのは現金だから、まあ俺はマグワイアとはここでお別れしてもいいと思う。とりあえず俺がね、売ってもいいと思った選手は、カズミロ、マックさん、マグワイア、この3人かなって感じです。人によってはね、おい、アイジェ、サンチュア、アントニーは全然売却していいだろうっていう人はいるとは思う。ただ、2人ともまだポテンシャルが残って、ってると俺は思うんだよね。二人とももともと連携系のウィンガーだから、連携がめっちゃ得意なジルクーゼと組んだ場合、めっちゃ活躍する可能性あるし、連携がめちゃめちゃ売りのサイドバック、マツラビーが、ユナイテッドに来る可能性あるんでしょ？だからこの二人と一緒にプレイさせてみて、それでもダメだったら、まあ彼ら二人は売るべき。だと思う。ただ、どっちがね、活躍するか、どっちを残してほしいかっていうのを考えていくと、まあ、活躍しそうなのはサンチョかなと思ってしまいました。アントニーの方が応援したいんだけど、まあ、サンチョの方が両足使えるし、ドリブルのキレはいいじゃん？で、CL でのね、活躍がアントニーにできるかっていうと、まあ、そうは思えないじゃん？で、アントニーは右だけだけど、サンチョは左、真ん中、右って、いろんなところでプレイできる。もちろんね、最初に話したように、アントニーの方が頑張ってるし大好きなんだけど、まあ活躍するビジョン、実力に関しては正直サンチョの方が上だと思う。もし仮にね、まあサンチョの方が年上でアントニーが年下だったら全然アントニーだろうって押し切れるけど、この二人同い年なんだよね。だからなんか伸びしろ的なところを考えてしまうと、どうしてもサンチョの方が活躍しそうだなと思ってしまった。しかもサンチョがもしね、こっから俺はユナイテッドに忠誠誓うぜ、パリに行くのは決闘だ、俺は許してくれた点
殴り、すべてを誓うぜっていう展開になったら、アマドが調子いいし、アントニーって多分、ベンチにも入れなくなっちゃうと思うんだよ。だから、本当に残酷な話だけど、まあ、サンチョがね、心を入れ替えた宣言して、俺は残るぜみたいなスタンスを取ったのであれば、最悪、アントニーとお別れみたいな展開になっても、違和感はないかなと思います。まあ、引き取り先があるかっていうと、結構その辺も微妙そうな気がするから、アントニーとお別れっていうのはね、なんかあんま想像つかないっちゃつかないんだけど、現実的にね、この夏アントニーは結構厳しい現実を受け入れなきゃいけないんじゃないかなと思ってしまいました。とりあえず厳しかった選手まとめていきますと、カズメロ、マクトミネ、マグワイアの3人って感じで、サンチョ VS アントニーとなるとアントニーの方が厳しいのかなって感じでございました。この件に関してはね、多分いろんな意見あると思いますので、コメント欄に皆様の意見の方をウェイをしてくれたらなって感じです。ウェイよ。さあ最後に移籍の噂について触れつつ、ユナイテッドがどうすべきかっていうのを考えていこうかなと思います。するとやっぱ個人的に一番大事、一番今すべき優先事項っていうのはセンターバックの獲得なんじゃないかなと思う。だってこのままだと多分ヨロ君の怪我って長引きそうだから、マグワイア、リンデルフ、エバオジ、この3人が開幕戦のスタメンになる可能性が高いです。まあ、ぶっちゃけエバオジはね、なんだかんだテンハグの理想とするサッカーに適性はあるんだけど、そのマグワイア&リンデルフにね、テンハグサッカーの適性があるかと言われたら、まあ、ぶっちゃけそうじゃないっていうのはもうこの2年くらいで証明されてるじゃん。いや、もちろん人によってはね、マグワイアはプレミアの月間取ったろ、アイジ、お前あの時絶賛してたじゃねえかよで多分言いたくなるやつはいると思うし、いや実際ね、いや俺もあの時のマグワイア素晴らしかったと思うんだけど、あの時のマグワイアがね、本当に天白の理想とするサッカーに必要な選手かっていうと、もうそうじゃないじゃん。いや、もちろん俺はマグワイア大好きだよ、マグワイア大好きだけど、マグワイアをね、これから使い続けることによってチャンピオンズリーグの出場権に近づくのか、プレミア4位に近づくのかっていうと、そうじゃないと思うし、カップ戦の優勝にもね、マグワイアが必要かっていうと、まあ、ぶっちゃけそうじゃないじゃん。控えの選手としてだったらね、全然活躍できるし、さっき話したような、まあ、セットプレー要員とか、まあ、3バックの一角で守備固めとか、多分そういう風になったら全然いいと思うけど、テンハグのサッカーだとスタメンは厳しいと思うんだよな。だからなんだろう、マグワイアのことは好きだけども、まあマグワイアがスタメンで出るようじゃまずそうな気がするし、センターバックを獲得した方がいいと俺はマジで思ってます。だからとりあえず現状噂されているセンターバックについて見ていきますと、やっぱりブランスウェイトとデリフトになるのかなと思う。まずね、ブランスウェイトの話からしていくと、まあこの夏ブランスウェイトをユナイテッドが獲得できるかっていうと難しいんじゃないかなと思う。それはアストンビラがね、エバートンからオナナを獲得したことがまあ原因となってて、エバートンの財政状況は潤うことになりましたから、ブランスウェイトのことをね、もともとエバートンは売りたくないと思ってましたし、売る場合でも要求額以外での売却は必要ないっていう状況になりました。まあエバートンはね、ブランスウェイトに対して契約延長を要求してるけど、ブランスウェイト自身はそこまでエバートンとの契約延長乗り気ではないってことだから、まあ今シーズンは難しくてもね、来シーズンしっかりなんだろう、カップ戦で稼いだりとか、チャンピオンズリーグ出場権を獲得さえすれば、彼の獲得資金は用意できると思いますし、一旦彼の獲得に関しては来シーズンになってるんじゃないかなと思います。まあ理想の動きはね、売却すべき選手を全員売ってブランスウェイトをこの夏に獲得することが理想っちゃ理想だけど、あまりにもエバートンが要求している金額が高すぎるから、まあ現実的ではないし、ブランスウェイトの獲得は来シーズンっていう風に切り替えるのがベストと俺も思います。だから現実的に獲得できそうなのはデリフトになるんじゃないかなと思う。まあ伊藤さんがね、負傷してしまったみたいだから、逆にデリフト取れない流れがここから できていく可能性はあるっちゃあるんだけど、まあ逆にね、デリフトを早く打って他を獲得しなきゃっていうムーブになる可能性もあるから、ユナイテッドもヨロ君怪我をしたし、急にデリフトの獲得が決まるみたいなこともなくはなさそう。優秀なフロントは昨シーズンの地獄をきっと覚えてるだろうからね。ただこれまでの報道を見る限り、デリフトはね、もうとっくの昔にユナイテッドと個人合意を果たしてるから、デリフトとの個人合意以降、まあ、シンプルにね、ユナイテッドとバイエルの交渉が難航してるっていう可能性は全然あり得るんだけど、ユナイテッド側もバイエルがね、ターの獲得を待ってるのと同じように、売却したいなと思ってる選手が売れるのを待ってる可能性はある。だからデリフトの獲得が俺はね、最優先だとは思うけど、この最優先事項を達成するために選手を売却することが一番するべきポイントなのかなとも思いました。だからね、ウリュペの方を見ていこうと思うんだけど、ロマノ曰く一番売れそうな選手はワンビサカということみたいでございます。ただ彼の移籍金はね、そのままマズラビーの獲得に使うっていう感じみたいなので、ワンビサカの売却がね、デリフト獲得につながるかっていうと、そうではない。まあとはいえね、マズラビーマジで来るみたいな流れになってるから、一旦デリフトのね、獲得資金の話は置いといて、マズラビーの獲得について話していこうかなと思います。でマズラビーの獲得に関して、まあ賛成か反対かっていうと、個人的には賛成かなって感じです。もちろんなぜ賛成かっていう話をしていくから聞いてほしいんだけど、個人的にマズラビー
ずらみを獲得するメリットは3つあると思っております。まず1つ目はダルトとね、攻撃的なサイドバックっていう特徴は同じなんだけど、オフザボールの動きがいいっていう別の特徴を持っていることが獲得するメリットになるんじゃないかなと思います。おそらくダルトの方がね、個人技、まあ得点力とか守備力とかはその辺は多分ダルトの方が上だとは思うんだけど、オフザボールの動きとか仲間との連携とかは実際ダルトよりいい可能性は高く、その辺が評価されてね、一時期バルセロナの移籍とかも噂されておりましたので、対戦相手によってはマズラビーの方がダルトより活躍する可能性はある。特に格下がね、ドン引きしてきた場合だと、ペナルティーエリア付近でマズラビーが動き回ることによってウィンガーを助けたりとか、まあ、彼が動くことによってディフェンス側に隙ができて得点が生まれるとか、全然そういうことが予想できますから、ダルトと違う強みを持っているマズラビーが来ることはマジでメリットになると思う。で、2つ目の特徴を見ていくと、マズラビーはダルトと同じく両サイドでプレーすることができます。だからショーが怪我している時に左サイドバックをマズラビーがやるみたいなこともありえなくはない。ただ怪我の頻度はね、割と高めの選手となっておりますので、ルークショーも怪我したけどマズラビーも怪我しちゃったみたいな、そういう展開も予想できなくはないですから、マズラビーが来てくれるから左サイドバックを獲得しなくてもいいっていうことにはならないと思う。まあでもマズラビーとルークショーがね、怪我したタイミング同じとか、そういうことが避けれる世界線も存在してるとは思うから、一応マズラビーが両サイドでプレーできることに関しては利点だと考えていいと思います。また3つ目の利点はね、1つ目にちょっと近いんだけど、彼が来ることで覚醒する選手が出てきそうってところが3つ目のメリットかなと思います。先ほど少し話してしまいましたが、サンチョはね、もともと連携が得意なハキミと一緒にプレーすることによってドルトモントで素晴らしい活躍を見せておりました。またアントニー先生はね、アヤックス時代マズラビーと一緒にプレーすることによって大活躍していたということでございます。で、この2人はね、ユナイテッドに来て以降連携できる右サイドバックがいたかと言われたら、そんなことはなく、サンチョはね、まあ、左に行ってルークショーと一緒にやった場合は活躍できてたけど、右だと全然活躍できないっていう状況が続いてたから、かつて全盛期を迎えてた時期にコンビを組んでいた選手と近い選手が来た場合は、サンチョは大活躍する可能性は全然あるし、アントニーに関してはね、マズラビーと一緒にやってた時が全盛期みたいな、そういう感じにもなってるから、この2人が覚醒した場合、実質大型補強みたいなところはユナイテッド目線だとありますので、彼が来たことによって2人が覚醒する可能性が上がることはメリットの一つと言っていいでしょう。とりあえずまずマズラビーの獲得もね、怪我が多いっていうデメリットはあるものの、ダルトにはないオフザボールの動きだったり、両サイドでプレーできるところ、そして覚醒するかもしれない選手がいること、俺ら3つはめちゃめちゃメリットだと思いますので、マズラビーの獲得に関しては大賛成っていう感じでございます。まあマズラビーマジで怪我多いけど、逆にスタメンになるであろうダルトは怪我少ないから、まあそこまで心配しなくていいのかなって感じはするし、ワンビサカはね、対人がめちゃ強いけど守備が得意かっていうとそうじゃないから、ワンチャン守備力、まあ総合的な守備力でマズラビーが上みたいな、そういうことも全然あり得ると思うから、俺はマジでマズラビー獲得すべきだと思ってます。まあ、マズラビーの獲得に関してもね、いろんな意見あると思いますから、コメント欄でレビューしてください。おいやお。とりあえず、ワンビサカを売却して、マズラビーを獲得するっていう、右サイドの玉突き移籍について話をしてましたが、デリフトを獲得するための資金集めの話に戻していこうかなと思います。そのためにね、一旦、強めの情報ソースについて振り返ってみたんですけど、現状、ワンビサカのハマーズ移籍以外、強めのソースからは、あんまり情報が出てないんですよ。一応マックのフラム報道もね、アーセナルのスミスロー君がフラムに移籍した影響で、フラムが次獲得する選手はマックなんじゃないかみたいな話はまあちょこちょこ出てるんですけど、強めのソースからはあんまり情報が出ていないっていうのがまあ現実なのかなって感じです。まあ水面下で動いてればめちゃめちゃいいんだけど、強めのソースからは本当に話がないから、俺たちはマジで神に祈ることしかできないじゃできないよね。で、フェネルバフチに移籍の噂が出てて、プレシーズンには参加しているものの、ほとんど出番がないリンデルフは、このまま移籍するんじゃねえみたいな、なんかそういう風に思われておりましたけど、次の試合からはね、出場予定って感じみたいなので、移籍するよりも残留予選なのかなって感じはする。また、ソースは弱いんですけど、クラブ側はリンデルフを1500万ユーロで売ろうとしてるみたいなんですけど、フェネルバフチはね、リンデルフを800万ユーロで獲得しようって感じみたいだから、まあ、リンデルフが売れた場合、デリフト獲得の資金にはなるっちゃなるんだけど、めちゃめちゃデリフト獲得に近づくかと言われたらそうでもなさそうな感じです。まあ契約状況的にね、来年フリーに出ていくことになるから800万ユーロ獲得できるだけでもありがたいっちゃありがたい。で、同じく来年で契約が切れそうな選手はエリクセンだから、エリ
リクセンの去就についても見ていくと、ソースは良いですけど、オファーが来てると考えられているのは、アヤックスやユトレヒトなど、オランダリーグからの関心が強いという感じでございます。しかも、価格がね、500万ユーロってことだから、リンデルフを売った場合より、まあ、利益は少なそうって感じではある。まあ、とりあえずこんな感じで、売れそうな2人、まあ、売ってほしい2人の売却状況について見ていきましたが、デリフト獲得にね、大きく前進するには、まあ、彼らの売却も必須っちゃ必須だけど、マックさんがね、クラブに2000万ユーロ前後で移籍することが、まあ一番、デリフト獲得に近づく移籍になるのかなって感じです。だから本当、リンデルフとエリクセンをそれぞれ売りつつ、マックさんを売り切ることが一番重要になってきそうだから、マジでフロントにはこの辺のウルヨペ頑張ってほしいかなって感じです。まあ、この3人がね、いくらで売れるのかっていうのは正直わかんないし、今話した額よりも少なくなりそうな可能性は全然あるんだけど、まあなんとなく、この3人で3000万ユーロ前後にはなりそうな感じはするから、まあこれらの資金があればね、バイエルンの要求額は5000万ユーロ前後ってことだし、分割払いでの獲得だったらできるんじゃないかって感じにはなりそう。まああくまでも今話した話は結構理想論だし、あくまでも俺の考えって感じだから、人によっては全然これがねベストな選択だとは思わないので、皆さんが考えるベストな選択を俺に教えてください。またカゼミロやマグワイア、アントニーは売れないのかよ IG って思った方いると思うんですけど、今挙げたねリンデルフ、マクトミネ、エリクセンの売却の方が彼ら3人よりもね具体的な情報が多かったんで、もちろんカズミロやマグワイア、アントニーがね売れたら嬉しいっちゃ嬉しいけど、なんとなくこの3人は残留すんじゃねえかなっていう雰囲気がしたから、一旦彼らの売却に関しては考えず放置っていうことにしました。おそらくこの3人が売れればね、デリフトを獲得できるようになるだけでなく、ワンチャンウガルダの獲得もできるようになる可能性ありますから、そうなることが個人的には理想っちゃ理想です。で、最後に移籍の噂を見ていき、どう行動すべきかっていうのを考えていきますと、守備的ミッドフィールダーのウガルデとは、現状個人合意はしてるよって感じみたいですが、もっと前から個人合意を決めてるデリフトともね、なかなか移籍を成立させることができてませんので、買取義務オプション付きのローンをパリ・サンジェルマンが許してくれた場合のみ、ウガルデの獲得は成立するのかなと思ってます。ただ、ウガルデをね、ローンで獲得する話は、結構前からアスレティックで報道が出ておりましたし、現在のフロントはね、昔とは違って神々がいるという状況ですから、ウガルデをローンで獲得する話はありえなくないのかなと思います。まあ個人的な理想はね、サンチョの方がアントニーよりも活躍できるって話をしたけど、パリ・サンジェルマンがサンチョに興味を示してるって話は嘘じゃないみたいなので、サンチョとウガルデのトレードが成立することが、まあ我々全員にとって幸せなことなんじゃないかなと思う。まあでもそれは結構都合が良すぎる気がするし、もっと理想を突き詰めるとね、ラッシュとサンチョのコンビがパリ・サンジェルマンに 1.5 億ユーロで売れるとか、多分それが一番の理想ではあるから、一旦忘れることにする。だから俺たちが、なんだろう、マジで望むこと、まあ本当に神に祈るべきことは、ユナイテッドのフロント陣営が、パリ・サンジェルマンのフロント陣営を納得させて、来年買い取るぜっていう感じのローンで、まあウガルデを獲得することを願うしかないのかなと思います。まあでも全然ね、ウガルデ君素晴らしい選手だから、パリ側がね、ローンでは無理って言って、ウガルデの獲得がなくなったり、まあ来年の夏に獲得することになるとか、だからそういうことも全然想像できるから、一旦ウガルデのことを忘れて別の選択肢を考えていくと、そうなった場合、アムニの復帰が、現実的な選択肢になるのかなと思います。一応アムニはねフィオレンティーナに帰ったんだけど、魂をユナイテッドに置いてきたぜって感じで、まだ全体練習には復帰しておらず、プレシーズンを見る限りカズミロは論外だし、アムニのことをレンタルで獲得するみたいなことも選択肢としてはありえなくはないのかなと思います。まあ実際アムニの契約ってね2025年までってことだから、今はローンでの獲得っていう話をしたけども、普通にアムニが完全移籍でユナイテッドに来ることもなくはないのかなと思いました。もしアムニをねレンタルで獲得することができたのであれば、まあ、俺ならね、現在無職のラビオに全力を注ぐかなと思います。ラビオほど攻守ともに活躍できる3列目の選手ってユナイテッドにはいないし、ユーロでの活躍を振り返ると、カゼミロより守備で活躍することも全然想像できるから、ラビオにはマジで全力で行くべきだと思う。しかもメニューに色々と教えてあげられる3列目の選手ってユナイテッドにはいないし、マジでそういう教育係的な役割でもラビオ全然いけると思うから、本当にラビオは行くべきだと思うんだよね。もしウガルデが取れなかったとしても、ラビオ&アムニは悪くないし、ラビオ&メイニューも全然弱くはないと思う。しかもラビオとプレイすればね、カゼミロが出ていかなかった場合、カゼミロが復活することも全然あり得ると思うから、とりあえず俺はね、
守備的ミッドフィルダーよりもセンターバックの方が重要だって感じたから、まあデリフト獲得に全力を注ぐためにも安く獲得できそうなアムニア、ラビオを行きましたが、人によってはね、もうカゼミロ限界だし、ウガレで取ってセンターバックはまあもうごまかしていくしかないみたいな、そういう主義主張の方もいると思いますので、皆様の意見をコメント欄にくれたらなと思います。以上で今回の動画はオーラガラって感じです。ロマーノの報道曰く大きな移籍が起きるっていうことだったから、一旦このタイミングでユナイテッドについてまとめさせていただきました。もし今週マズラビーが来たり、まあディレクトが来たりしたら速攻で動画出す予定なので、皆さんこの方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。また全体のね移籍市場についての話もする予定がありますので、ぜひともそういう方もチャンネル登録の方よろしくお願いしますって感じです。以上で今回の動画は終わろうかなと思います。それではまた明日の動画でお会いしましょうということで、ワイヤーチャ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 チ